さて、中国の横暴すぎる振る舞いはもう、世界の注目の的になっていると言っても、過言じゃないよね。実際、あいつらの軍事力拡大は、アメリカでさえ無視できないほどだからな。執念の深さはマリアナ海溝より深くて、頭の高さはエベレストより高いよね。ほんと、好き勝手暴れまくってるよな。そんな感じの中国とのごたごたを想定して、各国も動き始めているよ。2021年2月から、フランス海軍は母港である、同国プーロン港から、ミストラル級強襲揚陸艦、の2番艦トネイルとラファイエット級、フリゲートの2番艦シュルクーフを、演習用の航海に出航させたらしいんだ。この強襲揚陸艦トネイルと、フリゲート艦シュルクーフはアフリカの、エジプトやジブチから、インド、インドネシア、ベトナムと進み5月9日には長崎県の、佐世保港へと寄港したんだって。ちなみに今回の強襲揚陸艦トネイルと、フリゲート艦シュルクーフの2隻は、ヤンヌラルクグループと呼ばれる、一連の航海演習を行って日本にやってきたが、そこでは周辺各国の艦艇の合流を行ったらしいな。そんでその周辺各国っていうのが、日本、アメリカ、オーストラリアの3カ国で、ヤンヌラルクを英語読みした、祭りの単語から、これら4カ国の、合同軍事演習はアーク21と呼称され、新たな中国包囲網の体制を打ち出したんだと。世界でも有数の大国の夢の包囲網だね。これには中国に対しても十分な抑止力になりそう。中国は世界中敵だらけだな。悪役街道まっしぐらだぜ。まあ、あいつらのやってることを、考えたら当然だが。今回のアーク21は主として、東シナ海を舞台とした艦艇航空機による、軍事演習と、九州を舞台とした、離島奪還に向けた陸上部隊の上陸を、想定した内容の2種類に大きく分け、実施されたらしいよ。前者の東シナ海部分にはフランス、日本、アメリカ、オーストラリアの4カ国全てが参加し、5月11日から17日にわたり、中国軍を、対象とした逃亡式対戦哨戒訓練中心の、軍事演習が実施されたんだって。ちなみにここには日本の海上自衛隊からは、ヒューガ型ヘリコプター搭載型護衛艦の、2番艦伊勢、アタゴ型イーリス艦の、2番艦足柄、コンボウ型イーリス艦、ネームシップのコンボウが、投入されてるぜ。加えて大隅型輸送艦のネームシップ、大隅など、合計で水上戦闘艦7隻や、潜水艦、対戦哨戒機等の航空機が投入され、海上自衛隊の誇る対戦哨戒能力を遺憾なくアピールしてる。海上自衛隊も随分惜しみなく戦力を投入してるね。まあこれは中国に対して力を見せて、抑止力にすることが前提にあるからな。ここで出し惜しみするメリットはないんだろ。他にアメリカはサンアントニオ級、ドック型輸送揚陸艦の2番艦ニューオリンズ、オーストラリアはアンザック級フリゲート艦の、ネームシップアンザックをこれに、参加させているよ。これらフランス、日本、アメリカ、オーストラリアの4カ国の艦艇は総数11隻にも、上る大規模なものとなり、加えて、対艦攻撃も可能な航空自衛隊の F2 戦闘機もここで艦隊防空の役割を担った模様だったみたい。きっと圧巻の光景だっただろうな。また15日からはオーストラリアを除くフランス、日本、アメリカの3国による九州の霧島演習場を離島に見立てた陸上部隊による拠点奪還演習も行われており、こちらは悪天候の中一部が報道陣に公開されたらしいよ。もうこれは完全に対中国を想定しているな。中国側も焦っているだろうね。いい気味だ。確かに今回アーク21軍事演習の内容を俯瞰してみると、東シナ海における中国海軍潜水艦戦力の封じ込めと、某離島への中国軍の上陸が行われた場合でも上陸奪還作戦の遂行が可能なことを示したように思えるね。いささか理論の飛躍に聞こえるかもしれないけど、これはそのまま南シナ海においても応用可能であり、中国が一方的に領有を主張する同海域においても同様の効果を発揮できる戦力投入を示唆したものだと思うよ。とはいえ、あの中国がこのまま黙って見ているとも思えないから注意が必要だな。ちなみに今回のフランスの強襲揚陸艦トネイルは基準排水量1万6500トン、満載排水量2万1300トン、全長 199.0 メートル、全幅 32.0 メートルの艦隊に大型の上陸用船艇2隻とヘリを最大で16機搭載できるらしいよ。しかしヘリコプター着艦用の甲板は有しており、必要に応じて陸上自衛隊の大型ヘリコプターを停泊時に発着艦させることが可能であり、アメリカ海兵隊の MV-22B オスプレイを同型艦に着艦させることも他の演習で実施済みなんだって。日本は世界で最もアメリカと連携の取れる国だろうな。またフリゲート艦シュルクーフは基準排水量3200トン、満載排水量3600トン、全長 125.0 メートル、全幅 15.4 メートルの艦隊に兵装としても M68TR100mm 単装砲1機と VLS16 セルを搭載しているみたいだよ。アメリカの揚陸艦ニューオリンズは満載排水量2万5000トン、全長 208.5 メートル、全幅 31.9 メートルの艦隊に艦載機として CH46 ヘリ4機もしくは MV-22B オスプレイ2機と LCAC19 エアクッション型揚陸艇2隻を収容できるようになっているんだって。他にも、オーストラリアのフリゲート艦アンザックは、基準排水量3300トン、満載排水量3600トン、全長 117.5 メートル、最大幅 14.8 メートルの艦隊に54口径 127mm 単装砲1機や向け、41もの、
VLFHT を搭載しているらしいぜ。こうした今回のアーク21軍事演習に参加した各国の艦艇を見てみると、揚陸艦輸送艦を防衛するフリゲート艦が小型ゆえに対戦防空面ともに不安があるようにも見え、日本のイージス駆逐艦が中心だったように思えるね。若干偏りが見えるような気がするが、裏を返せば日本が侵略されているとも取れるよな。フランスは現在でもニューカレドニア島の太平洋上の海外領土も保有していることから、勢力を強めている中国への警戒を強めてきたとも言えるが、日本やアメリカ等にとって兵器システムの相違は気になる部分でもありそうだね。日本とアメリカの連携は心配いらないだろうが、その他の国とはいろいろと試行錯誤する必要がありそうだな。中国が生半可な体制で抑えられるほど甘くないだろうから、なんたって容赦なく経済制裁を行うような独裁国家だしね。できれば関わりたくないけど、そういうわけにもいかないしね。それじゃあ今回はこの辺で。